二分線中竹が少し誘導と車間を空け始めました。7番の林が5番手、ここで動いていきます。確認した中竹、中竹も前でペースを上げる。ここは二分線前で突っ張って中部近畿九州を出させません。残りは2周回、前で一度突っ張ったのが中竹です。そして林が元の位置、5番手に車を下げて、もう一度ここから7番の林すばるが縦に踏んでまいりました。ジャン前仕掛けていく7番車の林、マーク陣ちょっと口が開いておりますか。前では中竹も応戦していきます。ここは踏み合いもがき合いとなりました。ただ3番の小岩がどうでしょう、先に5番手付近に降りるような感じか。7番の林、そして5番の中竹、がっぷり四つなんですが、残り1周回、中竹も車を下げません。3番手には1番の布井博之、そして4番の岡崎、あとは後方ちょっと詰まったか。3番の小岩が縦で自分で踏んでまいりました。小岩が自力でまくっていって3番手2番手まで上がってくる。突っ張り切ったのは中竹、番手先行は1番の布井、外からは3番の小岩の強襲、4コーナーを回ってくる。混戦模様を抜け出したのは1番の布井か、外2番の川上か。